皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、生徒さんが続かない教室の先生に共通する残念な5つの特徴とはということについてお話をしたいと思います。私のところにはですね日々いろんな、テーマで、皆さんが、お悩みでそれを解決したい相談とかが、いろいろ来るわけなんですけれども、一番多いのは、生徒さんが集まらないっていう、これが一番多い悩みではあります。でその中で、集まったはいいんだけど、その先ですね。今度は例えば、体験会があって本当のレッスンがあって、その後続く続かないっていう、このリピート対策というか、そこに来続ける理由を生徒さんが見つけてくれない場合にはですね、基本的にはやめていくことになりますよね。でこの状態が続くと結構ですね、経営的にはしんどいんですよ。どうしんどいかっていうと、先生は常に新しい人を集客し続けないといけないからです。でいわゆる新規の集客っていうのは、既存の人を保つ5倍の労力がかかると言われているので、その5倍の労力がかかり続けることがずっと続いてしまうということなので、先生ご自身のマインドっていうか気持ちも疲弊してしまうので、全ての生徒さんが全部続くってことはありえないです。やはり環境とかが変わっていく場合とかになると、数年後にはいなくなるとか、そういう話はよく聞きます。ただ例えばいわゆる2回来たらもう続かないとかですね、1回目で次がないとか、そういう方はですね、いろいろとこう反省するべく、おそらくチェックポイントがあるはずなんですよ。でご本人が気づいていないところですね。でそんな話を今日は5つほどですね、特徴的にまとめられるところがあったので、そちらをお伝えしようかなと思っているのが本日のテーマです。はい、では早速本題に入りたいと思います。まずですね、先に結論をお話をしたいと思います。残念な5つの特徴ですね。これは一人の先生がっていうことではなく、続かない先生と面談してお話をしていると、生徒さんがですよ、生徒さんが続かない先生と面談してお話ししていると、客観的に引いた目で感じる特徴があったので、それをまとめてみました。まず1つ目、想像力不足。2つ目、他者に与える気持ちの他者に与える気持ち。3つ目、自分都合。4つ目、アップデートしていない。5つ目、人と会っていない。大体このあたりに集約されるので、今から、その5つの特徴の解説をしていきたいと思います。まず1つ目ですね、想像力不足というお話なんですけれども、何の想像力不足かっていうとですね、自分が、一緒にやっていきたい、来てほしい生徒様のですね、思考とか行動とか性格とか、購買心理とか、要は自分の教室に興味を持ってもらえるであろうポイントは何なんだろうっていうことの想像が欠けている場合には、その人に対して適切な、アドバイスをすることができない、ないしは、教室のレッスンを提供することができないので、結果としてその人が続いていかないということになります。想像力不足っていうのは、違う言葉で変えて言うと、そのお客様、生徒さんに興味を持っていないということになります。なぜ私がこの話をできるかっていうとですね、私は営業職の経験が22年あって、それが法人もやりますし個人もやります。で個人の方はもう本当に1対1リフォームの営業とかもやってましたので、ご自宅に伺って、話してもらう、本音を話してもらう、心を開いていかな、言っていただかなきゃいけないので、その質問力っていうのが当然磨かれるわけですよね。
で、片や今度は法人の場合の、トップの方とお話しする場合です。決裁権限を持った、まあ、それが小さめの会社なら社長さんですけどね。あと例えばホテルとかだと支配人とかいうレベルになるんですけど、その方たちが望むことと部長クラスが望むことと下の従業員、いわゆる下支えをしてくださってるメンバーが望むことはみんな違うんですよ。同じ会社の中にいたとしても。そうするとそれぞれの立場での思いを理解して、それを組んで全てを、まあ、みんながうんと言わざるを得ないような提案を作ることができれば、基本提案とか企画書って通っていくんですよね。だからこのリサーチができるかどうかっていうことが私の、まあ、営業企画としてのとても大事な仕事だったんですね。そうすると必然的に、まあ、質問力が磨かれたりとか、この人はどう考えるんだろう、この人を前に動かすためにはどういうものがキーポイントになるんだろう、まあ、悩みと、まあ、大体こうセットになることが多いんですけどね。でこのあたりの想像力が欠けている場合が、まあ、大概うまくいってない先生の一番大きな特徴だなっていうふうに考えています。それは私が教室の先生業っていうのはサービス業という観点から見ているからです。まあ、ここから先にあの話していくところにもその思考がね寄ってくるんですけど、あの時代が変わっていて、例えば先生っていうのがものすごく権威性があって、師匠ついていきます、スパルタでどんどん叩かれても何しても習いに行きたいから行きますっていう時代は終わっているっていうことを分からず、そういった雰囲気の先生業を続けている人は当たり前ですけど今の時代にマッチしていないので、生徒さんはどんどん離れていきます。なぜならばそんなに厳しい状態をやったりとか、自分をこう向いてもらうとか自分のことを気にかけてもらえない状態でノウハウ知識だけを教えてもらう教室っていうのは今の若い人たちとか今の年代の人たちにとって、まあいいですよ、高齢の人やるにしても、たくさん教室があって比較できるような状態になると、もうサービス業としてのクオリティの比較っていうことも同時にされてしまうんですよね。それを理解しないままやっていると当然人は離れていく、そしてそれはなぜなんだろうとわからないっていう、まあ、そういう悪循環に入っていくわけなんですけど、あのこれ特に教室歴が長い先生に多い傾向です。あの年々減っていくっていうタイプの先生はサービス業としての教室業の立ち位置で教室を運営していない傾向にある。先生業として先生として運営しちゃってる、うん、傾向がある。要は自分がこうあるから生徒さんついてくるでしょうっていう感覚が無意識のうちに自分の中にどこかにあって、言葉の端々に多分ちょっと上から目線みたいな言葉が出てきているケースがあります。だからあの当然それを敏感に感じる世代の人とか、サービスを比べることができるインターネットが普及してますのでね、あのいろんな教室を比べながら選ぶことができるお客様、生徒さんの立場からすると、何もそんなに心地よくないところに行く必要がないんですよ。同じようなあのノウハウとか知識を教えてくれるんだったら、その先生が大好きであったり人間的に魅力がなければ基本そこに通う価値がないというふうに割とあっさりと判断されるケースがあります。なので先生自身がお客様ないしは生徒さんの趣味思考、どういうふうに行動するんだろう、どういうレッスンなら喜ぶんだろうっていうのを自分視点ではなくて生徒さん視点できちんと組み立てることができていない場合には、まず1回は来て、あこんな感じかって分かった後続かないケースがほとんどです。そういった先生に、まあ、その人はどういう感じなのとか今来てる方はどうなのっていうことを私が通常のヒアリングをしていった時にほとんど理解していないというケースが多いです。ほとんど理解していないというのは私の質問に答えることができないということなんですね。
で、これが今度は逆に先生が生徒さんからすごく好かれてて、人気の方は私が質問すれば即答で次から次へと答えが出てきます。それだけいつも生徒さんのこと見てるっていうことなので、この違いはやっぱり歴然としているものがあるなっていうのが感じるのがまず1点目、想像力不足という点です。2点目、他者に与えるという気持ちっていうことなんですけれども、他者っていうのは今回の場合で言うと生徒さん、通ってくれる生徒さん、あとそうですね、歴が長い先生とかだと、法人とのお付き合いとかがあったりするケースがあるんですけど、法人の方と1回目お付き合いをした後、2回目3回目リピートしない方っていうのも同じ傾向があります。他者に与える気持ちが少ないというところですね。具体的に言うと、基本教室業っていうのはもちろん自分の夢を実現するためにあるんですけれども、それはサービス業という業態が成り立った上で夢って実現するんですよね。自分の夢の実現のために生徒さんっていうコマがいるわけではないということなんですよ。だから自分の方が、うまくいくシナリオ、自分がやりたいようにやるシナリオの方が強すぎると生徒さんはついてこないです。他者に与えるっていうのはそういう意味ですね。だからお金的に損をしろって言ってるのではなくて、先に喜んでもらうのは生徒さんを先に喜んでもらうっていうことを中心にレッスンを組んでいかないといけないんですよ。で、ここが結構またね、勘違いというか難しい部分があって、質問をしていくとすぐ分かるんですけれども、生徒さんのために生徒さんのためにっていうふうに口では言ってるんですけれども、根本的に自分が楽するように組まれているケースが多いんですよ。集客ができてない先生っていうのが。だからそれっていうのはこうした方が本当は便利なんじゃない、お客さん喜ぶんじゃないですかっていうことを私が言うと、いや、それをすると大変なのでとか、それはちょっと私はやりたくないんでっていうことで、いや、全然構わないんですよ。やりたくないことはやらなければいいし、大変なことはやらなくていいんです。だけれども、それをした結果今の教室の状況になってるってことを分かってほしいんですよね。で、ここもやっぱり明暗がはっきり分かれるところで、うまくいってる先生っていうのは、その痒いところに手が届くっていうか、一応一旦は満足されているのに、さらにその先、さらにその先っていうことで、他の人ができてないもう一歩、だからいわゆる面倒くさいっていう領域ですね。それをもう一歩手を差し伸べてる人がほとんどです。努力をもちろんしているっていうのもあるんですけど、よく気がついて、あ、そこを提供してるんだ、さすがだなって私が思うようなケースがある先生は当たり前ですけど生徒さんに好かれてるし、10年とか続く生徒さんを持ってらっしゃる方が皆さん同様の思考を持ってます。まず人がそこまでやるの面倒くさいって一瞬思うようなことを率先してやってるっていうことですね。やっぱそこがね、違いなんじゃないかなと思うんですよね。それ大変だからっていうふうにしてやんない先生と、そこがみんながやらないところをやりに行く先生だったら、当然その先生がその生徒さんから選ばれるのは必然ですよね。だから、その同業他社をね、比べるときに、どこまでその他の人がやってるんだろうっていう調査はもちろんする必要があって、それ以上自分ができることがあるかないかっていうことを、考えてみるっていうのは多分必要だと思います。例えば私がパン教室をやっていたときにですね、7つの定年工房を教えるクラスっていうのを持って行ったんですけど、その当時そういった教え方をする教室はそのなかったんですよ。当時なぜならば、おそらく先生にとっては面倒なはずだからです。まずその工房の特徴があって、その工房の特徴に合わせてパンのレシピを作らなくてはいけなくて、その扱い方を教えなくてはいけないわけなので、知識が7倍いるわけですよね、通常の。ということはその勉強をしなくてはいけないっていうことと、あとはその材料ですね。
酵母とか冷蔵庫の中に入れときますけれどもね、保管するために。それが結局普通の酵母1種類だったら1個でいいスペースが7倍のスペース必要になるから、一時期私の冷蔵庫の中、自宅の冷蔵庫の中が酵母だらけになってた時期ありましたからね。それは一般的には面倒な方の話になります。だけど私はお客様のメリットとして一箇所で全てのことが習えるっていうことをメリットとして感じてくれる可能性が高いという方を優先したので、自分の面倒くささを犠牲にしてるっていう、そこですね。だから選ばれるし、だから予約が普通に入るっていうことができている。だから大抵予約が入ってこないとかだんだん減ってるっていう方はお客様から淘汰されてるっていうことになってるので、自分のサービスクオリティが本当に満足いくものとして出来上がってるのかどうかっていうことを多分チェックする時期に来ている。要は生徒さんが減るっていうことは支持されてないっていうことなんで、でこれは自分が悪いとか悪くないとかレベルの問題もあるんですが、もう一つ相対評価なんです。世間のクオリティが上がれば自分が変わってなければ下がったことになるので、選ばれないっていうのはある意味当然っていう、そういったことを理解できるかどうかです。で、3つ目ですね、自分都合で、考えている、自分都合っていうのは時間のこともそうだし、場所のこともそうだし、レッスン内容のこともそうなんですけれども、自分都合で全てを組み立てていく場合には、それに見合う人、要はその自分都合に合わせてマッチングする、それが求めていたんだっていう生徒さんをやっぱり想像して、その人に向かってレッスンを発表していかないといけないので、自分の条件を厳しくすればするほど生徒さんとマッチングする可能性が減ってきます。でこれは特徴を絞るっていう話とはちょっとまた種類が違う話です。ここよく勘違いされる方いらっしゃるんですけど、自分の教室の特徴を絞ると来る生徒さんが減るんじゃないかっていうことで絞りきれなくて、デパート型の教室を展開する方、デパート型っていうのは何でもあるよって歌っとけば誰かが引っかかるだろうっていう感覚でやられる方とかいらっしゃるんですけれども、その意味とは違います。自分都合っていうのはさっき言ったその一歩先にっていうことを提供でききれない方、自分はこう思うからこうしたいっていう場合には、通常はですね、こういうお客さんを呼びたくて、その人はこういうことを好んでて、だからこういうレッスンが必要で、自分の都合はこうだけれどもギリギリまでどこまで合わせられるかって考えるのが本来の作り方なんですよね。だけど自分都合で絶対に外せない事情がある方もいらっしゃいます。土日は家族の時間だからもう絶対に教室はやめてくれって言われている方がいらっしゃれば、平日で勝負するしかないんですよね。そうすると平日に来ることをむしろ喜ぶ方っていうのは誰なんだっていうところから、発想を変えていかないといけないわけですよね。であと子ども連れを可にするっていうことを決める方に関しては、お子さん連れ、自分がね教室業をやっていた時に、子連れで行けるとこが少なかったから、そういう人を救いたいんですっていうことでやるのは OK なんです。だけれどもその方の望みが、例えばある程度自立したしっかりしたお金を稼ぎたいっていうことだったとしたら、その当時の自分に戻って考えてみてほしいんですけど、子育て真っ最中の、非常にこう時間がね限られている中で、子供にもお金がかかるその時期に自分のことのためにお金を使える人が一体何人いるのかっていう話です。話によると、私が聞くところによると美容院代も節約してとか、そういう話を聞いたりとかしてます。独身だった頃には次に1万円近く使っていた、そういったこう自分のね、飾るっていうか化粧代とかそういうのも全部子供のために行って、美容院も3ヶ月行ってませんとかね、だからロングヘアにしてます、縛ればいいからとかいう話も聞いたことがあるぐらい、節約をするような、時代の人をもともと狙っているっていうことになったとすれば、それはきちんと稼ぎたいっていうことからすると外れている人をもともとターゲットにしているのかもしれません。
だから自分都合はもちろん優先する人は優先していただいて構わないんですが、それに見合う人をきちんと見つけて、その人たちに向かって教室のメリットとか特徴を伝えられているかっていうこと、もう単なる自分勝手だとダメなんです。特に一番良くないのが自分が楽をするように組み立てをすることです。それって生徒さん見抜きます。先生が楽をするために自分たちのこれってあるんだよねっていうのをすごくね、特に女性は見抜くんですよ。そうするとこの先生ついていけないよねって離れていくし、自分たちのために心を砕いていろんなことを提供してくれる先生の方に行きます。で、ここはやはり人間力に近いところがあるので、人は近くにね、例えば似たような教室ができて、人は私より技術があるのに人気があるんですよっていう先生は大概そこを勘違いしている方が多いです。人気があるのはその人が生徒さんのことをよく見ているから人気があるんです。技術は必要なんだけど、必要以上の技術を求めている人ばかりがいるわけではないので、そこを追い求めてまたさらに上級の講座を習いに行っちゃうっていうことは本末転倒で、その人にとって必要なのは技術じゃなくて、お客様、生徒さんを見る目の方がどっちかっていうと必要なので、サービス業とは何たるかっていうのをもしかしたら見た方がいいぐらいの場合があります。だから自分都合で作りすぎると当然ですけど生徒さんは減っていきます。4番目、アップデートしていない。これも割と長年続いている先生で、じんわりじんわり生徒さんが減ってきているケースでよくあるタイプ。アップデートっていうのは知識技術っていうのはおそらくアップデートしているんだと思うんです。熟練していくし、上手になっていくし。アップデートの意味はそこじゃなくてですね、世間的にその技術と内容は求められているのかっていう世間の事情とすり合わせたアップデートをしてるかっていうことなんですよね。だから単なる細かいことができるようになるとか、もっと料理が上手になる、もっとこう手で動かすハンドメイドが上手になるっていうことを世の中が求めていれば、そのスキルは非常に求められるものになるんですけど、世の中がむしろそこは簡単でいいよね、いわゆる時短に世の中流れたことありますよね。時短とか簡単とか、また今ちょっと本格的とか、あとはインスタ映えするとか、そういう見栄えが綺麗とか、そっちの方に流れている傾向とかもあるんですけど、必ず世の中のトレンドっていうのは商売のトレンドになるので、世の中のトレンドをちょっとずつ入れ込みながら自分のレッスンを改変していくっていう癖をつけておかないと、10年前に流行ったレッスンがそのまんま採用される、ないしは支持されるってことはありえないんですよね。特に最近はアップデートの度合いが早くてですね、半年くらいでちょっと考えていく、軸は変えてはいけないんだけれども、半年ごとに世間のトレンドと自分のレッスンを合わせていって、ちょこっとずつプチリニューアルを繰り返さないと今の人飽きちゃいますね。だからそれを理解してるかどうかが多分問題で、いや、アップデートしてます、私こんな上級の講座でこういう細かいことができるようになってとか、ものすごいこんな料理とかね作れるような、こんなすごいパンが作れるようになるような知識と技術身につけましたとかいう方もいらっしゃるんですけど、それ自体がずれてるケースがあるんです。ずれてるっていうのは世の中の人が、要は自分の、お客様が求めていることとずれてる場合があるから。だからそういう意味でのアップデートをしていない方は生徒さんが続かない、ないしはどんどん減っていくっていう傾向にあります。あと5つ目ですね、人と会っていない。これがですね、無駄に会うところに行く必要はないんです。無駄に行く必要はないんです。だけれども結局自分の思考と自分の考え方で作った教室の結果が今の結果なんですよ。だからうまくいってない、売り上げが下がってる、生徒さんが来ていない、続かないっていうのは全部自分の考え方で作ってる場合が多いです。で、人と会ってないっていうのも、これ誰彼構わず会えって言ってるんじゃないんです。ヒントとなるような、自分が成長できるような話が聞けそうな場所を選んで人と会うっていうことになります。だから
賛否両論があると思うんですけれども、私は朝活とかは行かない人なんですよ。一説によると、まあ、朝活っていうのがその何ですか、自分の業種業態とその中にいる人たちのこうお仕事で、紹介し合う会みたいな、そんなのをなんかね、朝早起きもしようっていうことも含めて7時とか6時とかなんかやってるっていう話は聞いているんですけれども、私はそこでの人脈をあまり作りたいとは別に思わなくてですね、やはりいいなと思ってる人脈というか集いは、私のコンサルタントの師匠がいるんですけど、その師匠の思想に沿って集っている仲間たちの、まあ勉強会とか、そこはねすごくね、いろんな話も聞けるし、新しい発見とかがあるので、そこは積極的によく参加していたし、必ず学びがあって、その学びを業種違いだからいいんです。業種違いだから、そのうまくいってる事例を自分の業界に入れられないかっていうのを変換して実践すると、その業界にないことだから、うまくいくケースが多いんですよね。だからそういうものを積極的に取りに行くっていうことはやっているので、なるだけこう自分の思考の中で固まらないように、いろんな人の考え方とかそういうものを生徒さん目線で考えるっていうのは、生徒さんと話すればいいわけで、さらに経営者として上の方によりいいものを作っていくっていう時には、違う人の考え方とかを入れてった方がよくって、質は選ぶ必要はあります。ただ飲んでただ歌ってとかっていうね、なんかちょっとこう今の時勢ね、こんな世の中でとか愚痴を言うような、そんなとこ行ってもしょうがないので、意味のある会を選んでいくっていうことは必要にはなりますが、大概伸び悩んでる方とかうまくいってない方っていうのは、人と会っていない人が多いですね。有益な人です、ご自身にとって。で、これっていうのはなぜなのかっていうと、普段のレッスンが忙しすぎるからです。全然日程が取れなくて、睡眠不足も2時間3時間でやられてる先生が多いのもよく知ってます。だけれども、それはどうにかしてでも何か時間を作って違う外界の刺激を入れるっていうことをしない限り、ずっとぐる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 コマネズミのように回り続けるっていうところからは脱却できないので。ここは一つこう自分の生活習慣とか、無駄にしている時間がないかっていうのをチェックした上で、時間を作って変えていくっていうことをしないと多分変わらないです。今5つの、ね、ことを言いました。まあ、想像力不足、他者に与える気持ちを持つ、自分都合にならない、アップデートしていないからするようにする、人と会っていない人は会ってみるっていう、まあ、この5つのポイントを言ったんですけれども、実際はじわじわ落ちてるはずなんですよ。人が来ないとか続かないっていう状態っていうのは、急に昨日まで OK だったの今日いきなりドーンって下がるってことはないので、このじわじわ下がる時の、この下がる一番手前のとこで気づく、センスっていうのが本当はあった方がいいです。だからアップデートし続けると山を何回も作ることができるので、落ちそうになってもまた上げる、落ちそうになっても上げるっていうことをしていくことができると、落ちないっていう状況を作ることができます。なので、必ず一つの事業っていうのはプロダクトライフサイクルっていうのがあるので、導入期からこう成熟成長期、成熟成長期、成熟期、衰退期って必ずこの曲線は描くようになってるので、できればこの成長期の時に、次の手を考えるっていうのを繰り返しているとずっと伸び続けます。これはもう本当に、やってる人とやってない人では大きな差が出る。じゃあ落ちちゃってる自分はダメなんですかっていうと、ダメじゃないです。だからまたそれをどういう形で違う山を作れるかっていうことを考えていっていただければ、回復することもできるし、場合によっては違うことをし始めるっていうことだって選択肢の一個になります。自分のできることの得意領域を使ってっていうことになりますけどね。ですからまとめると、まあ、生徒さんが続かない教師の先生の
共通する特徴っていうのは、多分一番大きなところは、その自分が対象としたい生徒さんのことをよく知っていない、想像力不足であるっていうところが私は一番大きいなっていうふうに思っていますので、今現状の自分がどんどんなんだか生徒さんが離れてる気がするっていうふうに考えている方は、一歩その先、一歩自分が面倒くさいと思うことまで考えて対応していることができているかどうか、このあたりまでチェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますので、ご参考にしてみてください。それでは。